どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パパテラです。というわけで今回なんですけれども、激アツ報酬2倍、操作時間は短時間で放置系ソロお金稼ぎです。まず何も持っていない低ランクができるお金稼ぎと放置系のビジネスを紹介していきたいと思います。ビジネスは公開セッションでやる必要がありますので、公開ソロセッションというものをまず作ります。 PS メニューから設定、さらにネットワーク設定、下のインターネット接続を設定、次に自分のインターネット接続されている有線や Wi-Fi を選択で、ここからオプションで詳細設定ですね。で、一番下の MTU という数値が1500が通常なんですが、これを600から800の間に設定します。そうすることで1回でのデータを運ぶ量が少なくなるので、公開セッションでもソロになるという状態です。公開ソロセッションをやめるとき、またフレンドさんと普通にプレイをしたいときは、必ず自動に戻す、もしくは1500に戻してください。で、PS4 の場合は説明欄の違う手順がありますので、簡単設定で戻すことができます。ではお金稼ぎになります。銃器密造という地下基地のビジネスはほぼ放置で、売却だけ自分で行う、そして報酬2倍の期間はかなり稼ぎやすくなっています。まあ、操作時間で言ったら本当に12分ぐらいでトータル100万ドル分ぐらいとか稼げたりするので、まあプレイ時間っていうのはね、操作する時間はめちゃくちゃ少ないので、キャリアビルダーで例えば地下基地をね購入している人はかなりチャンスかなと。地下基地のビジネスはお金稼ぎだけではなく、研究武器解除といっていろんな武器を解除、要はね弾薬を解除したりとか、武装車両のカスタムを解除したりとかもありますので、初心者さんではなくてもメリットは結構あるんじゃないかなと思います。で、詳しくは説明欄の初心者講座を元に参考にやってください。約2時間から2時間半に1回調達っていうね、この補充ですね、これを行います。まあこれお金かかるんですけれども、それ以上に稼げるので、この自動で調達が一番おすすめかなと。あとは無操作体質にならないように、コントローラー USB を接続をしておき、でこのね在庫というところ、青いところですね、これが 50% 未満ぐらいで売却がソロは安全かなと思います。それ以上増えてしまうと売却が困難になりますので注意してください。あとは無操作体質になれないように放置ですね。銃器密造の放置をしている間に、何にも持ってなくてもできる報酬2倍のラマーミッションを紹介します。まずジョブからロックスターゲーム作成のミッションの中で、今週はラマーのミッションが報酬2倍となっています。で、特にめちゃくちゃ簡単なのはロスサントスソウルってやつですね。武器もね一切使わないような感じでいけます。ハードモードに設定すると報酬が高くなるのでおすすめです。ではまず開始します。開始した位置によってはスタート地点は変わりますけれども、ミッションっていうのは時間をかければかけるほど報酬が上がっていきます。なのでミッション開始してから、例えば今割引中の武器とかをこういった感じで武器屋で購入するとか、アーマーを購入するとかをやって、少しでも時間を稼ぎするとねいいんじゃないかなと。で、15分でクリアが最大の報酬となりますので、ミッションを開始した時にドンという音が鳴ってから最後のクリアまでが15分、要は20分30分やっても報酬は変わりませんので、まあ、15分まででやっていくのがいいのかなと思います。このトレーラーを回収したら、あとは逃げるだけなのでめちゃくちゃ簡単なんですね。例えば手配度消しづらい場合は、トレーラーをどこかに置いてキャラクター、自分はねどこかに隠れておくと手配度も消しやすいです。またゴール地点ですね、ここスムーズにいっちゃうと多分 2,3 分ぐらいでクリアできちゃうので報酬が少なくなります。なので15分で最大の報酬となるので、例えば最初の開始からクリアを15分と計算してクリアさせるのもいいし、10分ぐらいでねガンガンねいろんなミッションを回すのも効率がいいので、まあ、どちらかね自分のやりたい方でいいかなと思います。まあ、基本的にこのトレーラー運ぶだけなのでめちゃくちゃ簡単かなと思います。手配度消えない場合は地下道とかに隠れてください。コツコツ貯めて220万ドルを目標にし、コサとかを購入してカヨコペリコ強盗をできるように頑張ってみてください。では2つ目のおすすめのミッションは、低ランクでもできる簡単な報酬2倍ミッションです。ミッションの中からバラスを追い込めっていうのがあるんですけれども、これかなりね簡単でランク5からできるんですね。目的地にあるシャフターというね紫の車両を回収してただ届けるだけなので、正面から行くと結構敵にね襲われやすくなっているので、このように裏から入るとまあスムーズかなと思います。まあ、正面から行ってもねさっさと車取っちゃえば平気なんですけれども、
こういった感じで見張りがいますけれども、これ倒しても倒さなくてもどっちでもいけます。で、黄色いルートが出ますけれども、黄色いルートじゃない道をわざと通ると敵が出現しづらくなるので逃げやすいかなと思います。あとはこれを届けるだけ、時間をかけて届ければ、まあ、報酬も最大15分ではマックスもらうことができます。まあ、大体ね、8分とか10分ぐらいでクリアでガンガン回す方がいいかなと思いますね。では地下基地の、銃器密造放置系の売却ということなんですけれども、2時間から2時間半に1回原材料の調達をしました。で、大体2回ぐらい、まあ多くて3回ぐらいやると在庫 50% 未満ぐらいになると思いますので、まあ大体2回の調達で多分ね 50% 未満ぐらいになると思います。で、3回やるとね 50% 超えちゃう可能性あるので、まあ大体 50% いくかいかないかぐらいでソロの売却がおすすめです。これね、 50% を超えてくると配達する乗り物が3台とかになって、結局その3台全部届けられないと報酬が下がってしまうので、まあ、意味がなくなると。またこの地下基地が襲われるとかもありますので、まあ、セキュリティとかをつけていない場合はですね、なので基本的にはこの売却やっていきます。で、遠いところを選択すると報酬がアップ。例えばこのようにマーシャルとかデューン FAV の場合、ちょっとね売却困難だったりするので、あ、ちょっとこのパターンやりづらいなと思ったら、在庫が若干減ってしまう可能性あるんですけれども、 GT アプリを再起動してください。これ PS5 の場合ね、セッション移動だとちょっと無限ロードになったりしたので、まあ、再起動の方が圧倒的早いかなと思います。で、また売却をします。今回在庫減ってなかったので多分再起動の方がいいかなと思います。売却のパターンが、例えばファントムウェッジとかインサージェントがね2台とかの場合は結構簡単な場合があります。なので、まあ、ラッキーかなと思ってください。普通にこのね車両を、ドライブして届けるだけ、目的地に持っていくだけっていう感じになります。まあ、開始した時に右下にね、なんか5分のなんとかとか10分のなんとかって書いてあるのはちょっと困難になってくるので、基本的にね右下のやつが丸が2個だけとか1個だけだったらめちゃくちゃ簡単だと思ってください。で、2台今回ねインサージェントトラックカスタムを届けて、この銃器密造報酬2倍の期間、まあ 50% 未満の在庫で売却はもう90何万ドルですね、大体100万ドルぐらい稼げたりします。で、この操作時間っていうのは2時間半に1回ぐらいの調達を2回繰り返しただけ、まあ、操作時間2分ぐらいですね、プラスこの売却の10分間ぐらいということで、トータル12分ぐらいで100万ぐらい稼げるので、かなりラッキーかなと思います。まあ、ぜひね、コサとかカヨペリコ強盗できるまで、このお金稼ぎできる人はチャレンジしてみてください。また売却後は必ずセーブを確認してください。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。